彼の息遣いが目を閉じていても感じます。しなやかな手が首から下に、仰向けになったままの私はその気配だけで全身がしびれてきました。私は小杖65歳です。長年働いていた職場を5ヶ月前に定年で辞めました。結婚はしてましたが、50歳半ばで熟年離婚しました。子供もできず共働きで、すれ違いが多かったんです。仕事はデザイン関係で、若い人たちに囲まれながら毎日楽しくて、離婚後も寂しいということもなく、自由な独身を謳歌してたと思います。実は退職するまで職場恋愛もしてました。相手は上司で、離婚の相談に乗ってもらううちにそんな関係になって10年付き合ってました。奥さんを早くに亡くした彼とは再婚という話も出ましたが、当時思春期だったお子さんの反対に遭いました。やがてお子さんも成長し、結婚を逆に促されたんですが、今度は私が躊躇しました。その上司と倦怠期が来てたからです。10年も付き合っていると仕方ないのでしょうが、知り合った頃のような男と女の情熱は全くなくなり、毎月の旺盛も心は湧き立たず、会うことへの面倒くささの方がどうしても先立ってしまいました。二人で話し合って退職を機にお別れしました。籍を入れていたわけでもなく、何の法律的な縛りもないのですが、やはり10年という歳月に情が残ったというか、虚しさも感じました。仕事も男もいっぺんに手放したことも大きいかと思います。しばらく何も手につかない、そんな日々を過ごしていました。勤めていた時はあれほど欲しかった時間が今は苦痛になります。外に出るのも億劫になってきた、そんな自分に危機感を感じて、友人に連絡を取り会う約束をしました。元同僚の友人は私と同時期に結婚し、お子さんも自立して今はご主人と二人暮らしです。久しぶりに会った友人は、しかしすごく綺麗になっていました。少し痩せたというより全体に引き締まって肌も輝いています。少なからずショックを受けました。というのも、友人に優越感を持っていたからです。同い年でも現役でデザインというキラキラした世界で働いている私と、専業主婦として過ごしてきた彼女とでは、いやらしい言い方ですが、見た目も雰囲気も明らかに私の方が勝ってました。しかし目の前にいる彼女は全体に艶っぽくて若くなったんです。何があったんだろう、気になって聞いてみました。すると、復活したのよ旦那と。友人は少し顔をあからめながら恥ずかしそうに話してくれました。お子さんが自立して夫婦二人になったある晩、久しぶりにご主人からの夜のお誘いがきっかけで、新婚時代のように二人で熱い夜を楽しんでいるとのことでした。ご主人とは会ったことがあります。私はふと友人とご主人のあられもない姿を想像してしまい、落ち着かなくなりました。そういえば、別れた彼と最後に恋に及んだのは一体いつだったかしら。彼が嫌いではなかったけど、ホテルに行ってもどうしてもその気にならなくて、断ることが多くなり、彼も無理に誘わなくなりました。私はそれは年のせいだと思っていました。その気にならないのは当たり前だと。しかし目の前の友人はむしろその逆を言ってます。友人と別れて、なんとなくそのまま家に帰る気にはならず、髪があまりに伸びていたので行きつけのカットサロンに予約を入れましたが、しかし予約は空いてませんでした。がっかりしましたが、同時にほっともしました。その店は確かにカットも上手で人気店でしたが、値段が高すぎるんです。今までは働いていたから何も考えずに行けましたが、改めて贅沢すぎると思いました。今の自分の身分に、また年相応のそんなお店を探そうと思ったんです。ネットで街角ニュースなど地域の情報を見ながら、ある店のプロフィールが気になりました。今風の洒落たデザインではなく、ちょっとレトロな昭和感が満載の美容院でした。メニューは単純で、いろんなサービスもオプションもありませんが、値段は良心的でしたので、翌日に予約を入れてみました。外見は想像した通り、ちょっと古い感じでしたが、
店の前に植えられた手入れの良さそうなお花に、なんとなく懐かしさも感じられます。いらっしゃいませ。出迎えてくれたのは、想像していたような年配の女性ではなく、若い男性の美容師、たっくんでした。たっくん、またお願いね。親しげに声をかけながら、私と入れ違いにお客が帰りました。店内は狭く、セットはどう見ても一人分のお客用しかないようです。予約がキャンセルになったらどうするのかしら、なんてどうでもいいことを考えながら、案内された椅子に座りました。でも、鏡越しに私に微笑むタックを見た瞬間、心臓がドクンとしたんです。やだ、化粧ぐらいしてくればよかった。健康のため歩いてきたので、汗の匂いも気になりました。どのような感じになさいますか？タックンは私の髪を手ぐしで軽くすきながら聞いてきました。いつもだったらいろいろと注文をつけますが、私の口から出たのはお任せしますだけでした。シャンプー台に腰掛けてゆっくりと仰向けになっていきます。失礼しますとタックンに、美容院では当たり前のことなんですが、肩や頭を支えられるとまるで抱きかかえられているような錯覚に襲われました。細いしなやかな手がリズミカルに私の地肌を撫でていきます。そしてだんだんと力が加わり、タックンの息遣いとともに荒々しく激しく私の髪を地肌をまさぐってくるんです。二人きりの店内でかすかな BGM と、そしてシャッシャという髪を洗う音、タックンに体を預けながら恥ずかしいのですが、じわっと奥から熱いものが溢れてきました。美容師さん選びはとても難しく、どんなに評判が良くてもいまいちだったと、そんながっかり感はよくありました。でもタックンのカットセンスは最高でした。なぜ初めて会ったのに私にぴったりの違和感ゼロのスタイルにカットできたのか、不思議で聞いたことがありますが、指先から伝わってくるんだ、そうタックンは答えてくれました。もしかしたらあの時の私のエッチな思いも感じ取ったんだとその時知りました。タックンは美容院を経営していたお父さんと二人で生きてきました。お父さんが亡くなり、そのまま店を継いだといいます。今風のお店に変えて人も雇ってと考えたこともあるそうですが、昔からのお客さんを大切にしたいとお父さんと同じ営業方法を維持してきたといいます。カットやカラーは3ヶ月に一度、それ以外にシャンプーだけで毎月通うようになりました。タックンとは美容師とお客、それ以上の関係ではありません。でもいつもその一歩手前の危うい秘密のひととき、それがまるでご褒美のようにあったんです。それはシャンプーの際にフェイスタオルで目隠しをしてからいつも起こります。タオル越しに1センチも離れてない距離までタックンの顔が寄ってくるんです。かすかですがタックンの唇がタオル越しに触れてきます。シャンプー後のマッサージの手がゆっくりと頭から下、肩をさすります。そしてその手はやがて首に降りてきて、タックンのしなやかでセクシーな手の動きは麻薬のようで動けなくなります。二人だけの刺激的な空間で秘密の儀式です。私はむしゃぶりつきたい気持ちを抑えます。この距離感を保たないと秘密の儀式を壊してしまうからです。きっと私と同じようにタックンとの二人だけの空間を味わっている常連さんはたくさんいるに違いありません。もしかしたらこの儀式はお父さんから続いているのかもしれませんが、今鏡に映る私は友人と同じ、いえもっとつやめいた若返った気がします。恋人が欲しい、心も体も熱い私です。